アメフラシ類のベリジャー妖精・ベリジャー妖精とは、軟体動物に広く見られる妖精の形態である。ヒメンツ妖精とも言う。通常、トロコフォア妖精の次の段階として見られる。その形は、分類群によって多少異なるが、ヒレのように広がった部分に専門を生やし浮遊する。ベリジャー妖精を生じるのは、二枚貝類、巻貝類、角貝類である。その著しい特徴は、 頭部から盤上、あるいは浴場に広がるように発達した面板である。これはトロコフォア妖精における専門管の部分が拡張したものであり、その周囲に長い専門の列があり、それによって遊泳する。また殻を持っており、体の後半はこれに包まれる。これはトロコフォアの後期頃に後方の背面が外当膜として分化を始め、そこから分泌される。なお、 トロコフォアの時期をラン内で過ごし、ベリジャーで孵化する例も多い。この時に生じる殻は、すでに各群の特徴を備える。例えば、二枚貝類では背面に分泌された殻は、中央で二つ分かれて二枚となる。角貝類では、該当膜は覆面へと伸びて、後方全体を包み、ここに餃子の皮を包みかけたような形で殻ができ始める。 巻貝類ではこの時点でわずかに巻いた殻ができる。この時期の殻を幻覚といい、保存が良いものでは、生体の貝殻の先端に残る。また殻の上側、綿板の覆面側の下には、この時期の後半に次第に足が形成される。綿板は平らに広がり、周辺に潜毛体があって、これによって遊泳する。綿板は頭部から左右対称に広がり、 おおよそ半円形の左右二葉からなるが、種によっては、それぞれがさらに前後に双葉を出して、全部で四葉となり、四葉のクローバーのような形状に展開する。さらに分かれて六葉となるものもある。妖精はこの専門体で泳ぐか、一部では、面板を羽ばたくようにして泳ぐことも知られる。巻貝類では、面板には二列の専門体がある。面板の外周にある潜望体は常に、 同一方向へ動き、種として遊泳をつかさどる。その内側にはより細かい潜望体があり、これは時に運動の方向を変え、種として接触に関わっている。この潜望体は、幼生の口元に続いていて、植物プランクトンなどを捕捉し、口まで運搬する。複足類、前菜類の接触性のベリジャーでは、このようにして3ヶ月もの幼生期間を過ごす例もある。 しかし卵黄に依存して接触を行わない例もある。そういうものでは、陽性の期間ははるかに短い。メンバンは陽性の殻に引き込むように収めることができる。また殻の中では、この時期に消化管の主要な元気や心臓などが作られる。その他、巻貝類では、この時期の初めからいわゆるねじれが生じ、外套空が前方を向く。 ベリジャー妖精はその後に次第にメンバーが縮小し、それに前後して足が発達を始める。次第に訂正生活に移行し、生態の形になる。二枚貝類や巻貝類ではこの間に泳ぎながら、時折足で這うという時期があり、これをあり足ベリジャーという。なお、より発生の段階の進んだ妖精の形で生まれ、ベリジャーの姿を見せないものもある。その場合、 普通は直接発生的に親に似た姿の子、つまり、幼体が生まれる例が多い。この発生様式を、直達発生と呼ぶ。その他、淡水産の石灰類では、グロキディウムという妖精が知られる。これは、淡水魚のエラやヒルに付着してから、表層の組織に潜り込み、一時的に寄生生活を送る。巻貝類では、 ベリジャーの時期に殻が作られ、また足の背面に蓋も形成される。巻貝類に特徴的な体のねじれはベリジャー期の初めに行われる。頭部には目や触覚が分化し、首背面には陽性器の心臓がある。これはメンバンへの体液循環に役立つらしい。変態の際にはメンバンは吸収されるか切り離され、陽性心臓は消失する。 蓋を持たないものはこの時に、これが切り離される。前菜類の、いわゆる抗議の海牛類では、変態時に幼がらを脱ぎ捨てるものと、脱ぎ捨てずに保持したまま溶体となるものがある。中腹側類の一部では、ベリジャーの後に、さらに浮遊性の妖精の時期を持つ例があり、これを、エキノスピラ溶性という。なお、有敗類の陸産種では当然ながら、ベリジャー妖精は生じず、 孵化したものはいわゆるカタツムリの姿であるが、卵内ではベリジャーにあたる時期が見られる。この時期の肺は、頭脳という膨らんだ部分が多くを占めるが、これが面板にあたるものと考えられている。2枚貝外の場合、ベリジャー妖精の背面の殻は左右2枚に分かれ、全体として D の字の形に見えるため、これを D 型妖精ということがある。普通はこの殻からンンを出し、 それを広げて泳ぐが、ハラエラ類では、これが発達せず、体表の専門体で泳ぐことが知られる。軟体動物のその他の群では、明確なベリジャー要請は生じない。糖則類の場合、非常に直接発生的になっており、卵から孵化するものはすでに親とほぼ同じ体勢を持っている。肺においてもそれにあたる時期は、区別できない。大板類、無板類では孵化したものは、 トロコフォア溶精であり、専門を持ってプランクトン生活をする。その後、専門台の後方に生体の動部に当たる構造が発達するが、その際に専門台の部分が広がって発達することがない。この時期の溶精をベリジャー溶精と呼んだ例もあるが、現在では認めないのが普通である。系統的には、大板類と無番類は原始的なものと考えられ、まとめて、 送信系アズナに残りの群をまとめて、改革アズナとして、前者をより原始的なものとする考えがある。この観点から見ると、ベリジャー要請は、改革アズナに共通するものと思われる。等速類はベリジャーどころかトロコフォアさえその形を示さないが、直接発生になったことで、発生の様相が大きく変わったものとみなせる。したがって無番類と、 大板類がベリジャーを生じず、トロコフォアから直接に生体の形になる点は原始的な特徴と見ることができるが、これをむしろ二次的な対抗的現象と見る説もある。なお、深海産で生体情報の多くが未知の単板類については、発生に関する情報が欠落している。ありがとうございます。